しぶりのカバンの中身紹介。どうも、山桃です。ってことで、今日はカバンの中身ご紹介していくんですけど、私、皆さんご存知かと思うんですけど、荷物多い身。ほんまに荷物が多ければ多いほど安心してしまう性格でして、心配性ってわけでもないねんけど、なんでか知らんけど、多なんねん。なんでこんな多なんのかわからへんねんけど、けれども、最近荷物が減りました。待て。カバンの中身の紹介やるときこれ毎回言ってるかもしれへん。でも今回ガチで、ちっちゃいバッグの時もね、ご紹介しようと思うんですけど、そん時マジでやばいで、減りました荷物が。まあ普段は少なくないかもしれないですけど、少ない時は少ないね。普段のカバンの中身と荷物が少ない時、そして最近よく使ってるカバンもご紹介していきます。まずバッグの紹介からいきましょうか。最近割とよく使ってるのがこちらのバッグは、フーズフーチコさんかな、2022年福袋に入ってたものなので、今はもうちょっと手に入らないかもしれないんですけど、これのサイズ感がもうめちゃめちゃによくって、でこれは最近購入したアコモデってところで買ったバッグです。他のカラーもめちゃめちゃ可愛かった。この牛さん柄ちょっと今年流行りよねの、しかもさらにキルティング、もう大優勝。だから私最近ね、こういう形のバッグが好きなんよな。ほんまよく口が開いて、中にポケットも1個あって、バチって入りやすいので大好きです。今日着てんのもね、これローリーズファームのセットアップですね。この辺購入品で紹介してたやつや、よかったらその動画を見てやってください。まあそっちでね、詳しくご紹介してます。インナーはね、クラシカレールやったかなのインナー着てます。ちょっと余談ではあるんですけど、お洋服どこのですかって質問よくいただくんですけどね、いつも概要欄に書いてるんで、よかったら見てやってください。ってことで、まあ、このサイズ感のバッグがお気に入りです。そしてですね、これローリーズファームでね、最近買ったバッグ、じゃーん、なんかね 20% オフぐらいになってて安く買えて、これもうキルティングって言ったらいいの、キルト、いやナイロンの素材、なんちゅっても軽いし柔らかい。肩にかけてみるとこんな感じなんやけど、これはねポケットの数が多くて好きなんですよ。まずここポケット1個あるやろ。そして中にもね、こっち側にこうチャック付きのねポッケがついてます。そしてこっち側にさらにポケットがね2個ついてて、もうね私荷物が多いからぽちゃつくんですよ、カバンの中で。こわごましたもんポケットに入れれんの、助かってます。ってことでこのバッグもお気に入り。そしてやっぱ最近買った中でぶっちぎりで使いやすかったトートバッグ、ジェラピケです。お仕事にももってこいのジェラピケのトートバッグです。これはもうほんまにもう見て大容量、そこもねマチ付きやから、今日はちょっとお高つするって方はね、ジェラピケのバッグめちゃめちゃおすすめです。ジェラピケブランド高いんじゃねって思うかもしれへんねんけど、1980円ですね。そして空張りも豊富なので、ぜひぜひこれはおすすめ。そして最近よく使ってる小さめのショルダーバッグはこちら。まずこれがねブルーブルーエで買ったかなり小さめのショルダーバッグです。これほんまねこの財布もね入らへんのよ、ここのほっくりの部分がね入らへんくって、これは荷物少ない時ね楽ちんなショルダーバッグですね。これ私レトロガールやったっけ、あ、そうやレトロガールや、レトロガールで購入したバッグです。これはねお財布とかもまだ入るサイズ感、そんなにたくさんは入らへんけど、でも結構ね大きくって、まあ、ちょっと長財布は入らへんかな、これこんな感じでね入るので。そしてこの色もお気に入りでよく使ってます。最近よく使ってるバッグこんな感じですね。まあ、最近よく使ってるってユニクロのバッグとか自由のバッグとかもいろいろあるんですけど、特に厳選したアイテムでございました。じゃあカバンの中身ご紹介していきます。まずお財布こちら、これはね私 ZOZO タウンで買ったんやけど、1年半、2年は行ってないと思うんだけど、結構前に買って全然使ってへんかってんけど、最近ねめちゃめちゃ使ってます。フローリストって読むんかな、で購入したガマ口のお財布でございます。あー ZOZO タウンではね在庫はないっぽいですね。これめっちゃ可愛いよねこの色、なんて言ってもこのガマ口が可愛くって、やっぱお財布はなんだかんだ長財布使いやすいから、今長財布でいいもの探してるんやけど、こうドンピシャのものにまだ出会えてなくって、まあそれまではねこのお財布で楽しもうかなと思ってる、そんな可愛いガマ口のお財布です。お次はじゃあアップルウォッチ、よくねアップルウォッチのこのバンドかな、バンドどこのやつですかって質問いただくんですけど、これはアップルでね一緒に買いました。私これオンラインで注文してんけど、その時に選べる中に入ってたゴールドのバンドです。こういう感じのやつで、そのままアップル製品いこうかな。はい、私が使ってる AirPods Pro こちらでございます。このケースはねブランチブラザーっていうとこのやつで、ブラザーで買いました。めっちゃ可愛いよなこれ、愛らしい顔してるもん。ちょ、私の顔にピント合いすぎやろ、愛らしいんですよね。あ、可愛い、埃ついてんな。こういうキャラクターもんが大好きなんでガラガラしてます今日も京都で。私が今使っ
使ってる iPhone はこちら 12 Pro かなを使ってて、ケースはライノシールドってところのクリアケースを使ってます。これインスタの方でね PR させていただいてたんですけど、マジで高透明で、ここのねこの縁とかこのねアクセサリーを買えば好みでここの色とか変えれるので、それがね気に入って使ってます。あと黄ばみにくいクリアケースっていうのがまたこれ嬉しいポイントですね。ってことで iPhone ケースはそんな感じのクリアケースを使ってます。この間ねアンスタのライブに行ってきたので推しを入れてます。アンサンブルスターズのライブに行った時のカバンの中身とか Vlog みたいなのも撮ってるので、そちらね順番前後しちゃってるんですけど、また上がると思うんでよかったら見てやってください。お次こちら、めっちゃ可愛いカードケースを買いました。バービーって書いてる、可愛すぎひんこれ。これもね ZOZO タウンで買ったんやけど、パラダイスピクニックっていうお店で買いました。中こんな感じでね小分けにできるとこがあって、メインのここが結構こうでかいからたくさん入れれるようになってます。後ろもねここ入れれるようになってて、最近割とねクレジットカードで支払いすることが多くって、現金を持ち歩かない日もあるよね。てかそういう時はもうめっちゃ荷物が少なくなった。ここにクレジットカードと身分証明書だけ入れて、あとは iPhone 持ってちょっとリップだけ入れてカバンに入れる。もうこれよな。そんな長時間外出せえへん時とかはその荷物の少なさで行ってますね。もうなくてはならない存在こちらですね。モバイルバッテリーが入ってます。このモバイルバッテリーねツイステのやつなんですけど、これいただいたやつです、視聴者さんに。もうこのサイズ感がめちゃめちゃ良くって、ほんでこのシンデレラフィット加減、もうこれめちゃめちゃ良い。このポーチ呪術廻戦なんですけど、これはジャンプショップで売ってたグッズですね。ランダムのポーチがね、なんて言ったらいいのこれ、めちゃめちゃクッション性があってスポンジっぽいっていうんかな、なんかちょっとこういうね引き系を入れるのにめちゃめちゃいいです。クッション性があるからお気に入りのポーチ。お次、あハンカチ、じゃーん、ハンカチです。かわいい、必要ですね。鍵はねこんな感じでキーホルダーつけてます。これはビレバンで買いました。旅館ミモザソって書いてる、こういうレトロなやつが好きやからキーホルダーもこういうのつけてます。我が家が旅館ミモザソみたいな感じになってるんですけどね、やっぱ可愛いもんに囲まれてるとテンション上がるからさ、ガラガラしたもんで溢れかえてますカバンの中は。お次はこちら、まあこれ持ち歩かん時もあんねんけど、ちょっとお出かけする時とかもうポンとこれカバンの中に入れてます。これはねリング入ってます。こういうリングとかは3コインズとかラティスとか300円とかのものを買うことが多いです。でそれをちょっともうここに入れてて、もう家出る前バタついて早出な早出なって時はもうこれをポンってカバンの中にぶち込みます。で轟ショートのピンズをここにつけてる。ポーチの中身もまたこりゃ盛りだくさん、これだけで今めっちゃ重たいもんな。このポーチもいただいたやつです、ありがとうございます。本当にその中にねこんだけ大量にいろいろ入ってあれ荷物少なくなったんじゃなかったってなるんですけど、まあ行きましょうか。こんな紙、まずはおしぼり、おしぼりじゃないな、ウェットシート、これを入れてます。そしてティッシュ、マジで柔らかいティッシュ、マスク1個ね予備で入れてます。一日中出ずっぱりみたいな、でマスクも絶対汚れるやろな、途中で変えたいなみたいな時はお気に入りのマスク、スマートカラーかな、私スマートカラーのマスク好きなんですけど、あれごとぶち込んだりもします。これはちょっと小分けにされてるやつやから、とりあえず1枚予備で持ち歩いとこうかなって感じで入れてるとりあえずのマスクです。そしてもうこの時期ね足は欠かせへんカイロ、このサイズの春カイロを入れてます。ほんまになんかちょっとの冷えでしんどくなってくるんよね、だからもうこういうカイロ1個入れとくだけで安心感が全然違う。もう背中にこれ貼るだけで全然違う。あと寒くなったらねこの辺に貼るのいいの、この辺首のこの辺に貼ったら風邪ひきにくいって言われてる、お母さんから聞いた。もう冬はこれも必須やから、足に貼るカイロ、これドンキで買ったやつですね。だから冷え対策ってところはね本当に冬場は必須ってことで、もう絶対にいります。これお次はですね、あ串、これはセリアで買った串です。やる意味あんのかこれやる意味あんのか分からへんけどやっとこうかこれな。お次はハンドクリーム、これもいただいたやつです、ありがとう。ちょっと塗っとこう指先、ローズの香りめっちゃいい匂いすんね、お上品な女性の香りがしますね。これ私はめちゃめちゃ乾燥肌やからもう持ち歩いてます。女子力をねぶち込んでます最近。そしてお次はガム、歯茎を健康にって書いてるキシリトールのガムですね。やっぱ出先口の中をこうリセットさせたい時キシリトールのガムは欠かせません。持ち歩いてるパウダー、こちら MC オイルリセットフェイスパウダー、
テカリを防いでくれる系のパウダーなんやけど、ちょっと合ってないかもしらへん。この辺に塗るとやっぱちょっと乾燥するかなって感じやから、私はデコにしか使ってへんねんけど、っていうのも私は多分乾燥肌が行き過ぎてデコがテカるタイプですね。だからデコがテカり出したら、こう前髪がねどんどん濡れ髪になっていく油分が多い人にしか分からん悩みではあると思うねんけど、もう本当に私デコの油分が半端ないから、1日の後半とかになると前髪がベタついてくるよね。やっぱって時にやっぱこういうオイルリセット系、あとはイニスフリーとかのパウダーとかで前髪をリセットしてあげないと。そう、これ前髪にも塗ってるんですけど、私このパウダー、これでもね気をつけんと結構白くなるから、こうやっていつもはたいてこういう櫛で整えてます。これせんとさ、一人だけどうしたみたいな感じの前髪になるからさ、すごい嫌でそれが。そして逆にこちらオイルも持ち歩いてます。これは濡れ髪クリエイターっていうヘアオイルです。最近結構ねこういうタイプのオイルいっぱいいろんな種類出てると思うんやけど、私はまだねこれしか試したことがなくって、まあでもこれ結構つくからね気をつけて塗らんといかんくって。オイルとかって持ち歩くん大変やんか。大変やけど、このブラシタイプになってたらもう楽々持ち歩けるから。私は毛がねやっぱ広がるタイプ、パサパサになるタイプですので、これもねちょっと欠かせへんのよね。おくれ毛とか出してるやんか。ほんならね案外固めていっても広がり出したりする時とかあんのよ。特に雨の日とかはさ、濡れてオイルとかが取れてみたいなとかもあるから、こうやって塗ってあげてまとまり感を出してあげると。直接ブラシでこう塗るとベタってなったりすんのよ、前髪に塗ろうと思うと。だからそういう時はねこうやって手に取って手になじませてからこうやって塗ってあげたりするとちょうどいいぐらいつけれるから、これでね調整してます。いつも化粧直しとかはね最近あんまり持ち歩いてないんで、だいたいパウダーぐらいかな。でお次リップはこちら、アピュージューシーパンスパークリングティント CR01 番。もうこればっかやと思うねっていうぐらい気に入ってるリップです。やっぱティントがさしっかり色つくからさ、パッパッパってやってティッシュオフしてやったら色も落ちひんし、気に入って使ってます。だいたいこのジューシーパンかロム&を使ってます。ティント塗ると若干乾燥してるように唇が見えることがあるから、縦じわみたいな。だから最近はねグロスも持ち歩いてます。ロム&のブラスティングウォーターグロス01番、これ最近ドンキで買いました。まあ、これをね上からのせたりしてます。言うてもマスクやからな、マスク外すこともまあそんなないねんけどな。グロスも一応入れてます。この一応持ち歩いてるっていうのが荷物多くなる原因かな。そしてワセリンも持ち歩いてます。こちらベビーワセリン、これも唇に塗るようで持ち歩いてるって感じですね。ポーチの中身はこんなに詰まってましたと。まあ、だからこういうのさ持ち歩いてるからトータル重たくなんねんって。じゃあお次はこちら、じゃじゃーん、かわいい。これはサンキューマートでハンターハンターコラボしてる時に買ったこのクリアのポーチです。でこっちはちょっと漏れたら嫌なやつ入れてる。フレグランス、いい匂い。クシェルヨットフレグランスボディミスト、シャインリーベの香り。これを小揚げにしてる。これをさ、朝パパーって振ってったら、まあ言って、匂いは長持ちせへんと思う、これ。どうしても出先でちょっと香りつけたいなって時とかに、またシャって振るといい感じになるから。っていうのでね、ちょっと小揚げにしたやつに入れてます。これダイソーで買ったやつ。そしてこっちの中には、絆創膏が入ってます。こんな感じで。そして、細かいヘアゴム。で、イブですね。バファリンルナか、最近はイブかなんやけど、これはね、欠かせません。で私目悪いからコンタクト入れてるんやけど、コンタクトがおかしくなった時、メガネ持ち歩かへんからね、代わりにコンタクトを入れてます。私はディファイン使ってるんですけど、それを持ち歩いてます。てな感じかな、こっちのポーチの中。そしてこちら、ちょっとねお財布がこのサイズ感やから、一緒にレシートを入れちゃうともうパンパンになるから、別でポーチにね入れるようにしました。これ最近ですね持ち歩きました。これもサンキューマートとランマがコラボしてた時のポーチ。あとはねここにボールペン入れてる。イドリくんのボールペンです。あ、お顔、あ、かわいい。リドルくんのボールペンですね。ボールペンもいただいたやつをね、入れさせてもらってます。日常生活からも推しと共に生活しています、私は。まあ、基本、普段持ち歩くのはそんな感じかな。こっから先は、カメラ持ち歩くときとか、あと、Mac 持ち歩くときは何に入れてるかっていうと、これね、いただいたやつなんやけど、サイズ感が良くって、いつもこれにカメラとか入れてます。やっぱクッション性あるやつじゃないとさ、カメラ入れんの怖いからさ、このポーチに入れてって、そして、これもジャンプショップで買ったランダム品。これがね、めっちゃ便利で、ここ結構強いマグネットがついてるんやけど、よいしょって開けて中にカメラのバッテリーを入れてます。そしてはいめっちゃ可愛くないこれ、オールマイト。開
かな。ここにね、MacBook を入れてます。これどこで買ったかっていうと、結構前なんやけど、アミアミっていうアニメグッズが売ってるお店で買いました。めっちゃ可愛いヒーローズチップ。これにね、こんな感じで MacBook を入れてます。持ち運ぶ用の MacBook なんやけど、MacBook Pro 13インチのものですね。私普段15インチ使って編集とかね、してるんですけど、それやと結構でかくて重いから、やっぱね、持ち歩くんやったら13インチぐらいがいい。で、真ん中に貼ってんのはマッシュルのステッカーです。ここにイヤホンも一緒に入れてます。これは普通に薄手のこういうケースやから、もうちょっとクッション性があるものに入れた方がいいんかもしらへんねんけど、持ち歩くだけやから、そんなガコガコぶつけたりもせえへんし、一応入れれたらいいなと思ってもこれに入れてる。一応防水対策にはなるやんか。私一緒にペットボトルとかも入れたりするから、これにね、こうやって入れてます。結構もう13インチでギリギリなんよ。マジで可愛い。ヒーローズチップ。このローリーズファームのバッグにも、MacBook 13インチやったら、はい、すっぽり入ります。めっちゃ荷物少ない時は、このブルーブルーエで買ったバッグに、財布入らへんからカードだけ持って、あとはスマホ入れて、ちょっとリップとか入れて、もうほんまにいっちゃん荷物少ない時はね、これで行ったり最近はします。ちょっとその辺買い物行くぐらいやったら、もう余裕やもんな、これで。そんな感じですね。カバンの中身いかがだったでしょうか？話が脱線したりしてね。まあ、こんなことだろうなって感じだったんですけど、気になるアイテムあったら、売り切れてるやつもあるかもしれへんねんけど、見てみてください。今日見ていただき、ありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。